冷却水はエンジンを冷却しオーバーヒートを防止します。不凍液は規定通りの割合で混合することで冷却水の凍結やエンジン内部の錆を防ぎます。冷却水の交換や補充が不十分の場合、エンジンのオーバーヒートや破損の原因になります。また不凍液の補給を怠った場合や冷却水との混合比を間違うと、冬は冷却水が凍り、夏はオーバーヒートを起こす原因になります。リザーブタンク内の冷却水、不凍液が上限と下限の範囲内であるかを確認します。不足している場合はラジエーターキャップを外して補充してください。冷却水、不凍液の交換は2年ごとが目安です。交換時は久保田純正部品をご使用ください。